5を押して起動しますと、8を押してロック解除しますと、でこう縦スクロールします、はい、演習についてはボタンを長押しすると、ちょっと待ってください、すみません、練習しますと、でサイズもこれで大きくしたり小さくしたりできますと、であと自分でここでフォルダを作ることができます。で自分でフォルダを作ると、このフォルダは閉じたり開いたりできます。であとこの画面はテーマを自分の好みで変えられます。例えば今ウッド調でしたけれども、メタル調にしたい場合はこの中の壁紙がメタル調になりました。例えばラグですね、絨毯のような形にしたいと思えばこういう形で自分でお好みで変えられます、はい、あとはハードキーに長押しでですね、各機能を割り当てます。例えば今2番を長押しするとカメラが起動するようになってます。でカメラについては2番を押すと撮影できるようになってます。なのであまりこの画面を触らずに、ハードキーだけで以前のフューチャーフォンのようにですね操作することができます。簡単ですか？はい。ありがとうございます。